意外と気になったスパイダーマンスーツの違和感。MCU でスパイダーマンが初登場したのはシビルウォーですが、その後登場したホームカミングなどと比べるとスーツの質感があまりにも違くて、シビルウォーのスーツに違和感を覚えた人もいると思います。それというのもシビルウォーに登場したスパイダーマンのスーツは肌の上に布を着ているというよりも肌に直接布がくっついているような質感で、これまでのスパイダーマンに見慣れていると少し違和感がありました。それというのもこの映画に登場したスパイダーマンの場面というのはトム・ホランドがモーションキャプチャースーツを着てスーツを CG で作っていた場面が多かったため、このような違和感がありました。